はいどうもラッキーです、えー、今回は BF1 の講座で、えー、グレネードですねのまあ、えー、紹介だったり、まあ、それぞれの、ね、種類が、まあ、いくつかあるのでその使い方などなど、まあ、BF4、まあ、前作と比べて、まあ、どう変わったのかっていう部分とかも見ていきます。 で今回見てもらった通り12345678種類あるんですねまあ多いかなと思いますうんまあでも4もこのぐらいの種類でしたけどねで、えー、4の頃とまあそう H とも比べてもいいんですけど BF4 まあ何がなくなったか えーフラッシュがなくなりましたね。まあ、フラッシュがこの時代なかったっていう表現が正しいんだと思うんですけども。で、まあ、その代わりガスがね、BFO の頃はガスはなかったですけどね。まあ、BFH の頃はあったんですけど、まあ、ちょっと詳しいところはいいですか。はい。で、まあ、全部投げるのもあれなんで、ここで紹介しますけど、 えー、基本的にフラググレネードですね。こちらはまあ一般的なフラググレネードでダメージがやっぱ大きいです。で、ちょっと数字的なもので比べたかったんですけど、ちょっと詳しく載ってるのがなかったので、まあ、えー、比べることはできません。何メートルか何ダメージっていうのはちょっとわからないです。すいません。あと、ガスも、確かこれは出てたような気がするんですけどね。毎秒何ダメージとか、確かありました。まあ、ガスグレネードね、3個持てて、まあ、ガスはね、結構、 強力です、うん、こうやってガスマスクればね、無効化にできるんですけど、まあ、それだけでも強力になってますね。はい。で、こちらはまあ BF4 でいうインパクトですね、まあ。インパクトグレネードか。うん。って言います。まあ、着弾とほぼ同時に爆発しますね。うん。まあ、これはまあダメージはね、えー、フラググレネードよりかはやっぱり劣るんですけども、やっぱそれでも、えー、結構強いと。 言われていますね、はい、こちらはでも BF4 の頃は公式では、えーまあ、取り入れられなかった禁止になった、えー、ガジェットですね。はい、でこちらはまあ火炎瓶ですねう油グレネードですね。はいまあ、これもね、まあ、使っている人多いですよ。やっぱ炎の場合はですねやっぱその場所を塞げるんですよね。まあ、ガスの場合はガスマスクをつけるっていうこともできますけどやっぱり グレネん焼夷グレネードの場合はその通路えー、そうだな何秒ぐらいだろう、まあ、結構ねやっぱり長時間炎のね出してる時間が長いのでだからかなり使えますね室内とかに投げるとやっぱり動かないだけでやっぱ死ぬのではいやっぱこれはなかなか使いようによっては強い、うんまあ、一番はでもそのね 通路を塞ぐっていうのに一番特化しているかなと思います。で、この醤油グレネードを、えー、伏せると早く火が消えます。これね、一応火がついてから、まあしばらく服にね、火が燃えてるんですよ。それでもダメージ食らっちゃうんで、まあ伏せるとね、より、まあ火が消えるのが早いよっていうのは説明にありますね。はい。で、ミニグレネード。えー、こちらはですね、えー、普通のフラグ、まあ手榴弾より遠くまで投げることができる。 まあ、意欲は劣るんですね。で威力的に見ると、フラググレネードが1番。で、えー、衝撃通貫グレネードでいいのかな進貫まあ、インパクトでいいですかね。まあ、インパクトがまあ2番目。で、最後がミニグレネードっていう順番で意欲が変わっています。はい。どんな感じですね。まあ、ミニはまあ遠くまで投げれるっていうのが売りというか、そんな感じですね。はい、次。スモークグレネード。これはまあ、そのままスモークを炊くって感じなんですけども、 今作のスモーク結構黒いですねあんまでも使ってるのを見たことないですけどまあまあまあ今回ねサーマルがそもそもないってことで、まあ、スモークはどうなるのかまあ確かにねまあ有効な手段ではありますけどもあんま見ないかなうんまあスモークの講座も出していいですけどね、まあ、今回はまあ詳しくは出さないかなと思いますえー、こちら、えー、対戦者ですね こちら、あの、ビークリに当てるとね、ビークルに当たると同時に爆破するか。うん。これはまあ、歩兵にも使えるんですけど、まあ、ビークルメインで使うとかなり強いですね。うん。これで割とタンクがやられたりっていうのが結構あります。はい。で、こうして全兵が共通でね、このようなものがあり、すごくいいよねっていう。 うん、どの兵かもやっぱり対抗手段はあるみたいな感じなので、売りとしてはね。うん。まあその仕様としてはいいのかなっていうのは思いますね。で、どうしようかな。ちょっとした、今回変わった仕様で言いますか、まあフラグレードで普通ので持っていきますけども、 で一番やっぱり皆さんまあやった方ならわかると思うんですけどえー、投げるねスピードが速いですね今作うんえー、BF4 の頃はですねピン抜きの作業があったんですけど今回はもうなんか同時に投げるみたいなねピン抜きが行われてるのかわかんないですけどまあ一瞬で投げますよねなんでこううん動きながらでもすごいスムーズに投げれます っていうのもあり、やっぱなんだろうな、今までいい場所がないな、今まで、今までですね、やっぱ壁を挟んで、壁を挟むというかね、いい場所がない。まあ、ここでいいですわ。えー、ま、そこにプレイヤーがいてフラグレのようなのをあげたい。っていうところで、こう一瞬、 ね、出て投げるっていう作業に対してですね、あ、まあ、ちょっとここ上から投げればいいって話なんですけど、まあそこはちょっと取り除きますね、ここね。えー、まあ、一瞬見て投げるっていうところで、今までピン抜きをしてスッって出て投げるところをピン抜きがないんで、本当こんな感じで投げるのがやっぱ簡単になったというか、まあ今までね、BFO でやってる人っていうのはピン抜きのスピードがわかっているんで、そこら辺はまあ、わなんだ、使いやすいように、まあしていたと思うんですけども、 ま、今回一番変わった仕様としてはピン抜きがないことですね。はい。わかんないです。でもこれは、ピンをもう抜いているのかもう投げ、投げるこの瞬間にね。なんか、ちょっと音を聞こえるの多分ピン抜きをしてるのか。ピン抜きが早いってことでいいんでしょうかね。うん。っていうのがまああります。まあ、ここはね、前作と変わった仕様ですね。で、そうですね。まあ、 どういうポジションに投げるのが強いかとか、細かいところをまあ出してもいいんですけど、今回はまあ紹介ですかね、種類があり。紹介といってもなんだろう、あんまりね、今更感ありますけど、講座っぽくはないですね、今回ね。うん。すごい、あの、右、銃の,の根元見てほしい、アイコンありますね。ラッキーっていうあれのアイコンね。まあ、どうでもいいんですけど、え。ー 以上で、えー、今回フラググレネードの、えー、紹介になります。というわけでラッキーでした、えー。チャンネル登録、コメント、評価お願いします。I'll be back.